ベスト同士ですかね。その時は名古屋が3対1で勝っています、うん、前半14分ですか、名古屋ですが松井選手のコーナーキック、石田選手が折り返して石田選手がここを決めます。セットプレーからここで先制します。石田はここから前半17分ですが、ここ名古屋のパスミスを小山選手が拾っていってミドルシュート、ここが惜しくもクロスバー、1年生の小山選手です。すごいシュート突撃でした。前半17分、京都ここでワンツーでここ剥がして、中野啓太選手がここで中央突破から決めます。これはアンダーの代表のここですよね、はい、これいいワンツーワンツーから中央突破してここで追いつきます。前半30分名古屋ですが、これ松井選手、竹内選手、そしてここ榊原選手が右足振り抜きますが、ここわずかにポストに当たってるんですね。ポストなんだ、はい、よく見てください、ね、中央突破からここ当たってます。あポストは、はい、前半は1対1で折り返します。いやいや、どうなんの。後半2分名古屋ですが、セットプレーから左サイドフリーキック、増井選手、ここなんだこれ、そのままここまんまパターン、はい、触らずにゴールイン。なるほど、触っても触らなくてもっていうやつね。まだ際どいところ入れましたよね。ここで2対1名古屋です。後半 3分ですね、立て続き直後ですが、パスカットから増井選手から竹内選手、うまい切り返して、あらコントロールですね、ちょっとこう決めます。縦分手に2点決めます。完全に食いつきましたね、はい、これ3分で2点決めます。ここは3対1名古屋ですね。そして後半21分名古屋ですが、これハーフウェイラインからこれ増井選手、あ増井選手また持ち上がってそのまま、嘘、もう本当持ち込み、何これ、ドンです、持ち込みドンじゃん、もう本当に素晴らしいです、持ち込みドン、迷いことなく振り抜きました。松井選手この日2点目、古賀監督で後半40プラス4分、右サイドで受けた、これ右サイドバックの石田選手、勝負できそう、勝負できそう、何この時間帯で入ってきて、縦いってクロス、クロスをディフェンスキーパー当たったボールを後半途中から入ってきた松本選手、1年生を押し込んでここで5点目、やっぱこのクロスのコースがいいですよね、ここのね、ここね、ディフェンダーどうしていいか分かんないような、あ、間に決めましたからね、5対1名古屋勝利。